put my hand back in your arm. Oski, feel my hand. Feel my hand on your arm. What just happened? No. 彼女は宇宙人と接触したという。対抗催眠によって記憶の封印が徐々に解かれていく。浮かび上がってきた記憶は想像を絶する信じがたいものだった。それは宇宙人による誘拐事件、第4種接近遭遇、いわゆるアブダクション。彼らは遥か宇宙から地球にやってきた謎の存在によって連れ去られたのだという。アブダクション体験者たちの体験は本物です。疑いようもありません。アメリカだけでもすでに何十万人という人々がアブダクションを体験しているのです。アメリカではすでに50万人が体験したという宇宙人による誘拐現象アブダクション。その真相を探るべく我々は調査を開始した。そして見つけ出した、なぜあんなことが私に起こったのか分かりません。ある女性は深夜宇宙船の中に連れ去られた。そして彼らによって体に恐ろしい手術を施されたのだという。また宇宙船内に吸い込まれる瞬間を数十人もの人間が目撃していたアブダクションもある。 OKOK このビルがそこ。次々と浮かび上がる衝撃の体験、謎の存在によって誘拐され、 UFO の中で人体実験や手術を受けたという驚きの記憶。しかしそれは単に記憶の中だけにとどまらない。なんと彼らの体にもはっきりとその証拠が刻まれていたのである。これ以前はもっとはっきり跡が残っていたんだけど、誘拐された者たちの体に残る謎の傷跡。一体彼らは宇宙人に何をされたのか。さらなる調査によって明らかになったのは、彼らの体内に埋め込まれた不思議な物質。単なる検査のために病院を訪れレントゲンを取ると、そこにあるはずのない影が映った。実は彼もまたアブダクションを体験していたのである。そして医学の推移を結集し、その謎の物質を摘出する手術が施された。身に覚えのない傷、あるはずのない体内に埋め込まれた物質、一体その正体は何なのか。ついにその謎の物質が我々の前に姿を現した。一体この正体は。アブダクション体験者の体内から摘出されたこの物質は、果たして宇宙人によって埋め込まれたものなのか。地球には滅多に見られない同位元素、ヘリウム3のようなね、こういうものがもし、そういったインプラントされた物質と称するものから見つかれば、これはやっぱりね、相当な信憑性があると。そこで我々は今回現代科学の最先端技術を駆使してこの物質を分析すると、驚くべき結果が明らかになった。それはまさに地球外物質の確たる証拠。遥かなる宇宙から地球に飛来し我々を誘拐する怪事件アブダクション。体験者たちの脳裏に刻まれた記憶はまさに信じがたい驚愕の出来事。もしそれが本当ならば、未知なる世界を知る大きな手がかりとなることは間違いない。すでに体験者たちは紛れもない事実としてその体験を語り始めているのだ。対抗催眠で思い出した記憶は間違いなく現実の体験だと信じています。それが真実ならば、彼らの目的は一体何なのか。宇宙人たちは何のために地球を訪れ、我々に何をしようとしているのか。宇宙最大の謎である UFO の存在、それを解く鍵がアブダクションにある。今我々は衝撃の事実に遭遇する。これは過去に宇宙人によってアブダクションされた疑いのある女性に対抗催眠をかけ、失われた記憶を呼び戻そうとしている様子である。
I can't move my body.、Mm-hmm. I can't.Put my hand back in your arm, Muskie. Feel my hand. Feel my hand on your arm. What just happened? No. What's happening, Muskie? It's very important for you to tell me. You have a good, clear mind. What's going on? What's happening? You're having yellow eyes. Yes.No. They're ugly, man. Uh-huh. This is not them. It's not them? One other thing I don't know. What is it? It's having yellow eyes. It's looking at me. I don't want to look.アブダクション。アメリカではすでに50万人もの体験者が存在するという。しかし宇宙人に誘拐されるなどという異常な事態が本当に起こりうるのだろうか。遥かなる宇宙から地球に飛来し我々を連れ去る宇宙人、それが本当ならば彼らの目的とは一体何なのか。その真実を探るため我々はアブダクション研究の最先端を行くアメリカへと向かった。体験者の一人が暮らしている。彼女がアブダクション体験者のヘイリー。その体験とはいかなるものなのか、早速インタビューを試みた。しかし、テレビでは私が住んでいる場所を秘密にしてくださいね。あ、ここの。あ、いいの。それは Western Washington。ワシントン州西部ではダメですか？居場所を決して知られたくないというヘイリー。結局住所を限定しないという条件でようやく取材に応じてもらった。彼女が真っ先に我々を案内したのはベッドルーム。朝早かったわ。時刻は午前4時半くらいにあの体験は始まったの。昨年12月4日、その日ヘイリーは友人宅のパーティーに出かけ深夜に帰宅。ベッドに入ったのはすでに午前4時を回っていた。しかしなかなか寝つけない。30分ほど経って眠り込んだのだが、そのわずか数分後、突然左腕が激しく振動し始めた。やがてベッド全体が地震のように揺れ始めた途端、目の前の真っ黒な雲を何者かが切り裂き